動画をご覧いただきありがとうございます。今回は園芸用の棚を作ります。これから育てる開墾植物用にと棚を作ってみました。通常でしたら平台を作るところですが、ただスペースを考えると2段にして置ける量を増やしました。設置場所は北側になりますので、下の段でもある程度日当たりは確保できます。まあ2段にした分強度も必要なので、単管パイプを使い、このように丈夫すぎる棚ができました。では製作の模様をぜひご覧ください。まずは単管足場用のベースに錆止め塗料を塗っておきます。最近物価が上がってますね。建築資材や鉄の値段も高騰しているそうです。このベースも50円ほど値上がりしていました。今回もコメリの通販より単管パイプジョイントを購入。6メートルの単管パイプ、25ミリのハウス用パイプ、エキスパンドメタルをホームセンターから買ってきました。単管パイプを高速カッターで切断します。柱の6本、縦横の梁の部分、それぞれ計算通りの寸法にどんどん切っていきます。上段の2本と下段手前側の梁の部分は6メートルをそのまま使用します。切断部分は錆びないようにスプレーしておくと良いそうです。足場用の単管パイプはドブメッキ処理されていて錆びにくいとのことです。内側の部分も塗っておきます。部材を全部切り終えたところです。これは単管パイプジョイントで米入りの通販で購入しました。現地のホームセンターにも1種類のみ売ってましたが、値段がなんと税込み1980円。びっくりですよね。それで今回も米入りさんにお世話になりました。それでもついこの前までは確か1個1000円くらいで売っていたと思いますが、鉄の価格上昇のためか280円も値上がりしておりました。で、このジョイントのいいところですが、六角ネジで締め付けパイプに食い込ませる構造になっていて、とても丈夫な製品だと私は思います。8年前にハウスを作った時にも使用しましたが、全く錆びません。これから単管パイプをつなぎ合わせるので、ネジを緩めておきます。部材を適当に配置、単管ジョイントを使って組み上げていきます。横の梁の部分は強度が必要なので、ジョイントの奥まで入れ、ネジを本締めしておきます。
ここはサイドから挟まないといけないので、左側を稼働できるようにあらかじめ緩めておきます。そうしないとなかなか入りません。結構コツがいります。入ったところである程度強く締めておきます。何も問題がなければ本締めします。単管パイプの骨組みが出来上がりましたので、25ミリのパイプを切っていきます。このハウス用パイプは切断面に必ずバリができます。それが原因で怪我をするかもしれないので、グラインダーに研磨用の刃をつけバリを落とします。だいたい45度の角度から当てるといいです。パイプを回しながらやるといいですね。錆止め塗料をスプレーしておきます。30センチごとに配置しますので、どんどん切っていきます。その間に塗料も乾くと思います。上の段のパイプをすべて切り終えました。ステンレスの針金で単管とパイプを固定していきます。最近知ったのですが、単管パイプと22ミリパイプや25ミリのパイプを止めるパイプバンドというのがあることが最近分かりました。ただ1個100円するので個数が多いので今回見合わせました。下の段もすべて取り付けました。その上にエキスパンドメタルを乗せます。上の段はちょうどエキスパンドメタルを半分に切る寸法にしております。
地面が塗料で真っ黒気です。もし汚したくなければ段ボールなどを敷いておくと良いと思います。後で白い塗料を塗っておきます。エキスパンドメタルは結束バンドでパイプに固定します。後で気がついたのですが、育苗箱を乗せるときに少し引っかかりがありますね。これが少し欠点なんですね。皆さんはどうされてますか？こうした方がいいよとかありましたらぜひ教えてください。この中心部分は柱があるので、この部分をうまく切り抜きます。ここだけ縦横逆になってしまいましたが、足りなかったので仕方ないですね。結束バンドで留めて、とりあえず完成です。次回はこの上にアーチパイプを組んで、雨よけ用のビニールを貼る予定です。とりあえず完成しました。仮に育苗箱を乗せてみました。下の段の奥側は朝日はよく当たりますが、日中はこのように半分影になりますので、半日陰を好む植物を置くと良いかもしれません。では最後までご覧いただきありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。